私は絶望して冷たい静かな場所に逃げ込みました。水滴は言いました。私は瞑想にふける氷の中に安らぎを見つけました。氷山は私が送り出した競争であり、両極地の荘厳なる寺院から世界へと旅立ったのです。その真言は氷の中心から響く青い光の震える音、その教えは安らぎと調和。けれどそれも儚くついえ、毎年僧たちは私を置き去りにして戻ってきません。地球の青が子供たちの涙に変わらないように、遠い出来事を聞いてください。まだ準備ができてない。生放送ですから。こうなるとどうやっていいかわからない。向こうからの旧町だそうです。向こうというのはきっと宇宙ステーションの方からですから。はい、もう一度言わせていただきます。広い宇宙の中の青い地球はきっと、水滴のように見えると思います。この青い地球が未来の子どもたちの涙のようにならないように、僕ら大人が水をしっかり守っていかないといけないと思います。遠い出来事聞いていただきたい。優しさは明日の力。
Don't it so-